あ今回も始まりました。すみません、今回の実践の舞台となりますのはこちらスペース666です。こちら2015年の年末オープンしてから連日大盛況という話を聞いておりますけれども、僕のテンションもですねかなり今日高めで来店するはずでした。なんと、不測の事態に陥りまして今回ですね、抽選に参加できておりません。そして、まだ僕台も確保してませんし到着したばっかりなんですけれども、もうオープンしております。いやーだいぶですねどうしようかと思っておりますけれども、まあこれも立ち回りの一つじゃないかと、そんな感覚で今回はですね、オープン直後からの立ち回りをしていくことになってしまいましたので、これで頑張っていきたいと思います。さあということで早速店内に行ってみます。日本最大ですからね。これ隣にねパチンコ店があるんですけれども、まあ両店舗合わせて1110台と非常に大きいです。というか最高ですよね、この番組にもってこいの店舗ですよね。いや広い。広いよ広い、すごくないですか島の数。絆に入ってるとこ、絆に一つ入れるホールはすげえな、おいあれなんで絶対6使ってると思っていいホールだと思うんで。うわ、アメージンググレース流れてる、うらやましい。日本にしようかな。うわハーデスとかゴッドとかも捨てがたい。じっくり選ぼう、じっくりちょっとお時間いただきます。選べません、すぐには。はい、朝一ですね、こちら紀宝殿伝説への道取らせていただきました。もう早速打っていきたいと思いますけれども、こちらですね、多分もうこの番組が再生されている頃には皆さんいろいろねご存知かと思いますが、まだ新台と呼べるぐらいのタイミングで、今打っております。まあ特徴としては、とにかく通常時も ART 中もチャンス目、とにかくチャンス目というような機種なんですけど、非常にですね荒い機種なんですよね、コンセプト上は。なので僕はですね、まあ、全然トムとかよりも本当に荒いと思うんで、その分通常時がきついかなといったような印象ですね。だいたいチャンス目確率が100ちょっと分の1なんですよ。設定6だけ100分の1を切るというぐらいの確率なんで、もう引けなきゃダメ、こんなに引けないことある。あと150ゲーム回したら当たるんで、こんなに引けないことある。ユーパチ400余り、あのですね最悪です。もう455ゲーム天井に行こうとします。残り5ゲームです。いやー長かった。ちょっとねこの基本チャンスではめちゃいけないんですよ、特に朝一はある程度サクサクいかないときつくなりますからね。あと2ゲーム、はい、まあ、そりゃ金ですわ。いやこれで天井です。まあ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 いいでしょう、はめるんなら最後まではめ切った方がいいですからね。まあ行きましょう。あー終わる、惜しい。うわー頼む。終わったー。
では、この後は画面注目ですよ。見たいのは秘宝殿絡み、歴代秘宝殿のタイトル絡みか全員集合。いきます。次の冒険に出発だ。普通ですね。ここで例えば全員集合が出たらもう六角なんですよね。で、初代とかの秘宝殿のタイトル、このタイトルは初代とか2代目3代目とかの秘宝殿だとしたら、それによって上確定です。ただ内容が異なりますね。太陽が、太陽で4以上かな、そんな感じです。4以上か5以上ですかね。よっ、熱い。クレア効果きた。やれる、これやれる。結構出るときはクレアちゃんの画面のパターンが多いんで油断しました。超熱い。うわー、やべえやべえ。あと2ゲーム。頼みます。マジ？超下手くそ。うわー、落ちる。いや、ほんと盛り上がってますんで、どっから行っていいものかって気はするんですけど、あの拡大給水機なんで箱がないんで出玉感が分かりにくいっちゃ分かりにくいんですけど、データ表示器に書いてある感じだとある程度出てるんですよね。1600枚、2100枚、うわ、5000枚いってるし、早っ、マジか。朝一500ハマりと、あれ620、800か、800かちょっと遠いな。朝一500でやめてる台とかあったら打つんですよね。うわ、5000枚出た。そう、なんか今日の抽選受けれなかった代償はでかいかもしれないです。いや、どうしよう。困ったな。まあいいや、一回戻ろうかな。もう一回絆コーナーを見てから戻ります。もろもろ考えた結果、秘宝殿の中で移動してみました。これがですね、見えますかね。とりあえず飛行チャンスが軽い台で、さらに言うと回数がだいぶついてる。こういう台は悪くないと思うんですよ、今の中では僕の。なので、しかも結構も回されてて、出玉的には負けてるけど、なんかムズムズした感じなんですよ。こういう台はありだと思うんで、ちょっと最後これでちょっと頑張ってみて、これでもダメだとしたらもうその時は神当たりでいいかなみたいな。やべ、俺本当に下手なんじゃない。いいんじゃねえよ、そんなことある。さあ、あれ、またこれ全然いくんじゃないか。あのですね、
今日2回目の不測の事態、僕が降りた瞬間にハマっております。今350ゲームぐらいなんですけどね、67分の1ぐらいだったチャンス目確率が、78分の1になっております。あ、どうぞどうぞ。ありがとうございます。頑張ってください。どうもです。超負けてます。ガチの立ち回りですよね。はい、ガチガチです。ありがとうございます。おい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 、よっよし、来た。お願い。いやー、ドラゴンバトルか。でもいいですね。あれ、あ、ナイスナイス。準備中のタイミングでめっちゃ乗ったいんですよね。さあ、決まるか。まだ、はい、よっしゃ。今回は一発決めるは決めましたから。で、あー、始まったか。まあいいや、ここまで全く消えないですから、チャンスで。今のが1回目ですから、もう1回ぐらい消えてもいいっしょ、50ゲーム以内に。終わった。駆け抜け122枚だ。次の冒険に出発だ。ちょっと狙ってたハールスがドッと引いておりました。よしよしよし、おー、来た、ビラゾロイ、ビビった。さっきの終わって5ゲームの出来事でした。うい、これはもういきますよ、間違いなく。認めなければいけないところ、約 60%。 どうしましたか。ほい、あ、しかした。どうしました。ちょっと弱い気がするけど、やべえぞこれ。どうしました。弱え。見て見て、なんでしょうか。おしおしおし、危ない危ない危ない。よかった。いや、旗からいい感じ引けてますね。あー、ラスト。お、なんだよ。次の冒険に出発だ。普通ですね、終了画面も。行きました。決めよう、ドローバトル。あー、うまい。決めろ決めろ。うわー、もう一発。あ、行ったかな。行ったっぽいっすね。おー、避けた。よし、大丈夫。はい、音楽流れました。確定。うお、あっちー、やーい。
ツで当たるだけなんですけど気持ちいいですよね。いきます。いやーいいぞ、ノースルーできてる。よし、そしてこれ、ここ頑張ったらそれだけでもやれちゃう。それが秘宝。でこういう時もここのイナボタン有効なんで、今イナついたんで終わらない。おい、でかっ、チャンスだ。熱い熱い、ナイスナイスナイス。なんならここから全然チャレンジまで行ってくれてもいいけど。あー終わった、もうすぐのほうに行った。まあでも十分でしょ。150?120 スタートか。もういいよ。頼むぜ。よし、行ったんじゃない？あれ？素晴らしい。やっと本日初の秘宝ラッシュハイパーです。で一応ここの色で示唆するんですよね。あー白かー、これはねほぼ秘宝スプラッシュなんですよ。ですよね。まあいいや、行こう。一応僕実践上一番伝説チャレンジまで行ってるのはこれですから。まあとはいえ引いた回数が一番多いですけどね。乗った。やばい、行っちゃうんじゃないこれ。うわー出た、あと5ゲーム、あと5ゲームです。ついに出ましたよ。見えてますよね、見えてますよね。いくぞ。OK、 あと4、あと3、いいよ、あと2。次で決まります。いきます。バカバカ、おい、バカ。マジかよ、いけよ。やっぱりちょっと削りますよね、伝説チャレンジ行かなかったの。終わりだ。もうチャンス1回か、せめて伝説行ってるやな。終了。まあ結構頑張れたんで枚数自体取れてますけどね、あのスプラッシュ頑張れたんで。このまま頑張りましょう。普通だな。うっ、チャンス目、70ゲーム。もう決めて3回目ですよ。おお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 
当たりは変わる。飲んないのかな。ナイスナイス。オッケー。ナイス。うまい。いいないいな。うますぎる。もう100ゲームです。ナイス。順調順調。あ、終わったか。オッケー。120ゲームスタート。これは伸ばせるかもしれない。お、今パネル点滅しましたよ。パパってパネルが今。これはチャンスじゃないでしょうか。はい、あー白か。あー、やりましょう。さっきもこれで頑張りましたからね。よーし、50欲しいな。50また来たぜ。あと5ゲーム、リベンジ。さあ行こう。どうも。バカ。マジかー。惜しいっすね。結構自信あるんですけどね。なら消費法。オッケー。頼むぜ。弱いかな。あー弱い。おお。何その感じ。行ったんじゃないですか。行かないのかな。飛んできてないけど。もう一回。間違いない間違いない。ナイス。残り21ゲーム。そう、間違いないって何。終わるな。ラスイチ。おお、ナイスナイス。普通だな、おい。スイカ投資がかさみまくっております。390ゲーム、やっと5回目の疲労チャンスです。なんでやねん。いや、これ入んなかったらちょっときついな。今ね、あれなんですよ、2100枚までいってるんですよ。もやばいでしょ。800枚負けからこんなに挟み始めたかと。いけ。いいな。これ痛いですもんね。こ
これは。ああよかった、とりあえず。行くぜがないけど。あ、オッケーオッケー。はーい。いやーしんどい。乗せろ。はい。これこれ。いいな。いななし。ニューゲーム。まあこれが今日ラストの気泡ラッシュです。結構毎回いいの出てるよね、さっきから。いい感じ。お、やっち。三桁来たぜ。やっとやっとこういうの。おっせーマジ。おい乗ってけ乗ってけ。来たら終わるんかい。来た瞬間に終わりましたよ、残り5ゲームで。いけるんですけどね、レーズンチャレンジ。これはちょっと下手っすよ、3分の3であそこまで行って認めることができない。まあでもそれでも残り140ゲームあるんで、だいぶやれるチャンスではあるんですけど。ミッション直り始まりましたよ。何かが近づいてきてます。よし、熱い。お、最後か、5ゲームかね。たまに3ゲームあるんですけどね。最高。てかこいつ熱いやつじゃないの。多分よし、いいな。あと2ゲーム。おーし、もう一発。行くぞ。やべえ、いなねえ、いなねえ。バカだろ。マジかって、おい。今日ほんとと一個足りねえ。最後のクレアちゃん、次の冒険に出発だ。だそうです。もうですね、帰ろうかと思うんですけれども、その前に、まあ、次もですね、こちらのホールで撮影があるということなんで、しっかりとホールの癖だったり、まあ、状況を見て帰ろうかなと思います。まあ、次にね、つながるようにしっかりとね、どういった力の入れ方をしているのか、癖があるのか、そういった部分をしっかり見て帰るのは大事だと思うんで、ただですね、今パッと見で言えることはまんべんない。まんべんなくしっかり使ってる感じしますね。北斗先生もとりあえず5000枚オーバー、もう2台以上出てるのかな。入れるとこはとことん入れてるみたいな、そんなイメージでいいんじゃないかな。うわ、4000枚、3年だ。こうやってなんか隣同士で出てたりもするんですよ。これが果たして設定なのか引きなのかってとこなんですけど、まあまあまあ、でもこれも出てんな。どうでもいいんですけど、ちょっといいっすね、このデータ機。
見てください、このゴッドの数字、ちゃんとゴッドの数字使ってるんですよ、これ14回ってことですよ、当たりがちょっとおもろい、嫌いじゃない OK かな、まあ、あとなんとなくバラエティとか眺めて、帰ろうかなと思います。はい、ということで実践終了です。今回ですね、まあ、朝からトラブルに見舞われて、しかもですね、実践内容もチャンスを全く生かせないといいとこまで行ってその後ダメみたいな、クリア降格、伝説チャレンジチャンス3回、そしてホング、何か生かせればどうにかなるみたいなものを引きつつも生かせない僕の腕が悪いですねさあとですね、ちょっと飛行での悪いとこいっぱいお見せしたと思うんですけれども、そのいいとこもお見せできればいいなと思っております。まあ、ぜひですね、次回以降お期待ください。それでは今回はここまでです。ありがとうございました。